近日、中国はドッキング技術の習得を目指し、宇宙実験機天球1号を打ち上げました。一方、中国が巨額をつぎ込んだ宇宙開発技術は、実はアメリカの50年前のレベルで、国民にとっては全く必要のない単なるメンツプロジェクトに過ぎないと専門家は指摘します。9月29日夜、中国発の宇宙実験機、 天球1号が視区省主戦衛星発射センターから打ち上げられました。報道によると11月には新州8号を打ち上げ、天球1号とのドッキングを行う予定。成功すればアメリカとロシアに次ぎ、ドッキング技術を持つ3つ目の国となります。ロシアの当州とされる天球1号の機体は長さ9メートル、重さ約8.5トン、実験装置室と物資保管室から構成され、

CNN もアメリカの軍事専門家の話として、天球1号の技術はアメリカの50年前のジェミニ計画のレベルだと指摘。中国は1992年より巨額を投じて宇宙開発に乗り出しています。2020年には独自の宇宙ステーションの建設を目指しています。一方、中国メディアの大々的な宣伝に対し、庶民が最も関心を寄せているのは、 生活です中国の教育費はアフリカ諸国よりも低く多くの庶民は病気になっても病院にすら行けませんそれでも当局は巨額を費やして宇宙開発を進めていますが全く必要のないことだと孔博士は指摘します。の国家英国、法国像日本他们为什么要中 旧ソ連もかつて国力を傾けて宇宙船の打ち上げや宇宙ステーションの建設などでアメリカに対抗その一方で国民経済は制約され最終的にはソビエトの崩壊を招きました宇宙開発には巨額な資金が必要なため 近年アメリカやロシアは開発を控えています一方中国当局は大金を惜しまず大国としてのメンツ事業を行っていますこれは共産党当局がいわゆる偉大な業績を誇示するために作り上げた巨像だとの指摘さえあります 共产党他欠了很多很多债，所以呢，他现在发展这些航空啊，这些东西呢，一个是忽悠一下国内老百姓，第二个呢，就是在国际上呢吓唬吓下。主要是忽悠国内老百姓，他的意图就是让中国老百姓认为，哎，我共产党伟大、光荣、正确嘛。他自己都讲形象工程嘛。2008年，中国媒体が放映した新舟7号的映像，ら。 気泡が出ているのが発見され、水中撮影ではないかとの疑惑が浮上。2007年、探足機、上化1号が月面から発信したとされる最初の写真。角度を20度変えると、Google Earth の月の写真とそっくりでした。こちらも偽物だったことが判明しました。新東人テレビがお伝えしました。 京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。